関東&東北の AM さん、はい、まあ、って言っても最近関東に引っ越してきたらしいですけどね。まあ、一方アボダンゴは KSB で3位でしたね。直近の大会でも好成績を残した。2位です。2位か、2位でした。目の前でやってたのに試合、ね、実況してたのにね。アボダンゴさんね、ちょっと小森圭さんに負けてるイメージありましたからね。今回ちゃんと勝ちましたね。今まではこう、ね、クラウドをブリブリブリとかしてたのに、小森圭さんというかクラウドに勝てない、クラウド苦手な感じの人でしたが、今回はまあ MKL は単純に強かったですと。 MVG 側でガロンドルフ、まあグングリンさんとやってますね。やってます。あー、かっけめて、はい、このカードきそうですね。その裏の台きそうですね。やることがサファイボー You too。やっぱりね、あのガランドルフはね、必ず現れるんですよね。なんか前作のイーサンとかディオで、今作もポンさん、まあポンさん前作から見ましたけどね、はい、まあ、ポンさんもあの前回高ばかしてくれたし、はい、そしてこの新たな新生グングニル、何ですかね、時代になるとこう大魔王が現れるみたいな、そういうあれですか。そうなんですよね、魔王勇者、魔王討伐クエストみたいな。キャラ愛はね、ランクを覆す時もたまにあると。まあ、とはいえ尊重に関しては崩れることはあるのか、まあ、ワンチャン期待したいですけど、まあ、こちらはじゃあそろそろアバダゴゲームが始まりそうですけど、はい、始まりますね。これも多分ないですね、この表情は。ゲームさんは梅村26でしたっけね、あの時あのイケビさんと戦って、はい、先にそうですね、あの2位になったやつ、あのルーザーズランひたすら走り回ってたやつ。そうですね、2戦目か1戦目で落ちて、違う、最初で落ちたんですね。最初の予選の時点で敗者が集まって、そこから上昇、冒頭の、まあ、11回ぐらい勝ち上がってましたね。多分そうです。アウト踏んでいる。しかしジャンプは使ってない。MEKB の決着がついたのも確かこのステージです。ああ、そうでしたね。あの時はもう、優勝いいことなのに即死を食らって死なという悲しい終わり方だったんですけど、本当に即死でしたからね。だいぶにちょっとちょっかいを出したら時が止まってしまう。さあ、バダンも願っているのはクラウドだけではないですよね。このシーク、あっと、これはまあまあまあ、おっと、これエイパだろう。ではあーっと、エイパ失敗。まあでもクエネ3回 25% くらい入ってます。十分すぎますね。金縛りってダメージあるんですか。わかんねえ。わかんねえ。そこまで考えたことない。金縛り食らった瞬間にあーあーって感じだった。全然画面見てないですからね、こっちは。ちょっと今度意識してみよう。さあ、アボダンゴ、ジャス側から空中前を入れ込むが、相手は後ろ側。うまい。回避に反応してくれない、置いている。素晴らしい。うまい。どこで当たってんですか今。体の内側当たってましたよ。横移動が強いです。これはまだ激戦には至らないか。もう怪しいですね。投げ、まあ、そうですね、投げが危ない。ジャクジャクから投げで下投げからラックうまい。取らず、あー、やった。すごいですね。今見えず、今画面の上部、ね、見えないとこから回避したのに、はい、上置いてしっかり当てましたよ。全然画面見えてない相手に今当てましたよ。あー、未来予知か。あー、しかしこれはシェイクの人生は短い。軽い唯一の弱点でございます。これは何それ。おっと、惜しい。下手を踏みつけニュートラル。これ結構前からやってますよ。あ、そうなんですか。へえ、クエクエク前みたいな、初めて見た。 50% ぐらい。願ってね、なんか唯一の願ってる割にはなんかめちゃめちゃ強い要素いっぱいあるじゃないですか。火力は高いんです。あ、大丈夫、危ねえ。まあこんな風に死んじゃうことがあるから願ってるから。さあ、美味しい。飛び道具に当たってくれるとだいぶ美味しい。フーニュートル、シークとか無料になっちゃうんですね、あれ。はいはいはい。なかなかシークぐらいだったら、なんかこうダッシュ投げとかダッシュなたとかで取れそうなんだなと思うんですけど、それはもう投げを通せばってところですか。ちょっと、あー、噛み合った。
ジャンプに対してこれには M さんもがっくり。ちょっと動き始めのところにちょうど当たったと感じですかね。そうですね、まあ飛び方的には多分ナタを入れ込んでたって感じでしょうね。ナタダッシュジャンプ入れ込みで横に行ってだから超高くなってしまったと、はい、まあ多分今のファーストガード正しく別転してても結構怪しかったかもしれません。まあでもなんかギリギリ来そうだと思うんですけどね。まあ、はい、気を取りましょう。次行きましょう、はい、ガンダッシュつかみ、ただの結構なんかやんちゃするときありますよね。あれ普通は結構ワンチャン狙ってます。あ、いい、うん、内側に飛んでしまったが外側に飛んでれば難しいですね。ちなみに隣終わりましたね。やはり村長安定感、あーやっぱ安定感抜群ですね。本当こういったなんかね、うまい、うまい、引き食う前ですか、はい、上ね落としました。シャドーボールしっかり避けたが差し返せず、いやー無料シャドーボール強い、ちょっと、なかなかやってしまいますね。1本接種してるってこともあって、おい3回連続はこれは危ない。うん、なんとか当たり方がもうちょい内側だったらってことでしょ、はい、さあ、ナタ裏当て、これは大丈夫じゃないですね、はい、もう、いいですね。あのジャンプあそこでしか当たらないとこまでちゃんとやってましたよ。暴れる暴れる、うそびっくり、しっかり確認して、おーっと台を利用したコンボ、今上京なのか上様に化けたのか、いやどうなんですかね。狙ってやった可能性もあるよ。狙ってやった可能性すらありますね。あまりにも美しく決まりすぎて、あまりにも綺麗な十字が描けましたよ。危ない、さあしっかり、今度は上にはいかない、これはきついますと、あーやっぱ他がちょっと溜まってしまうとアルパーセントもありますね。本当に軽いですからね。さあとはいえ結構ダメージレス的にはかなりきついです。これはうわっ、あー台が悪さをしてしまった。中盤の大を絡めたコンボで一気に火力取ったのがレガーですね、はい、それはスマブラを生かした勝利と言えるんじゃないですかね。捕まえたらね、やっぱり一度捕まえたときはやっぱりミツ、まあ寿命の低さも相まって痛いですよね、この1回で。ミツ、はい、体でかいし、なんて言うんだろう、そんなに困ったときにこれみたいなクラウドの空下とか、はいはいはい、はい、まあ優秀な暴れたくはないってことですよね。そうそうそう、空にどれぐらいか、ね、まあでもちょっと遅いです、ね、ただ反応があんまり強くないですからね、はいはい、シークの中とか噛み合っちゃう。なるほど、ライラットクルーズ、確かにまとわりつかれると弱いっていうのはあるでしょう。グラーテ、まあ、ちゃんとこの辺は狙ってますよね。裏にしかし確認してしっかり横行、これは抜ける、いけライラット選びましたね。まあ地形的に傾いてもあんまり影響がない、まあでもちょっとあれか、ジャンプ踏みつけは難しくなると思いますけど、まあ着地卓優秀になるっていうのもありますし、シーク側がこうナタとか振りにくいところもあるかなーっていうの。なるほど、確かにシークが縦の間にめんどくさくなる。そうですね、シークは素直にこう結構真横に出る判定が多いので、真下に出る判定、まあちゃんと出てますけど、まあかなり下の方まで行ってないんで、ちゃんと振ってないとミスっちゃいますから、ね、ほらアパダンゴといえば負けたら3つの台っていう、そんなイメージしかないので、はいはいはい、回避連打、やはり、え、これルーザーズだったんですか、これルーザーズ、ルーザーズ、え、これルーザー、このカードルーザーズだったんですか、すげー、すげー、すげー、アパダンゴ誰にやられたんでしょう、あれか、カメメかな、あー、なるほど、
あと掛け奪いミスですかね今の。逆に掛け奪われてしまった。2といえば掛け奪い難しいですか。あ、そうなんですか。いや、わかんないです。なんか結構アバダンゴがミスってるイメージがあって。はいはいはい。これはさすがに、マジかー、軽い、軽すぎる。か、紙風船か。これは繋がってしまう。わー、マギしてこから、なんか毎回火が出てしまった。これ美味しいです。しっかりやばい。鍵二度目は食わない。コンボが入る。ミュウツーといえば空上運びが有名です。空前運びが有名ですけど、空上運びも結構強いですよね、はい、パーセントもでかいですし。空上空上からの空前とか、はい、空後とか。これは上投げだが嫁にはなあ。ちゃんと見てたんですけど横移動が強すぎて追っかけられなかった。ミュウツーリカネスは開始中も横移動がすごくできるっていう。ずるいですね。ずるいですね。大体のキャラ開始中止まりますからね。そうなんですよね。空中しろ横火で吸っている。いやーさすがにバーストしたい。こうなってくると逆にバーストの危険が、はい。あぶねー、まだ生きてる。あ、今ヒヤッとしましたね。スカッシュ投げ、投げスカッシュの時。さあ差し合い、あれ入らない。おっと前ジャンプ上がり口前。さあバダンゴとしてやはり飛び道具で、あと10パー20パー貯めてから掴みを狙うとのが一番堅実ですね。まあ十分、もうあともう一発かな。そうなんでしょうね。あ、もうなんかもう厳しいですね、これは。あー、これもう確実に厳しいですね、ちゃん。あとはもうじいじいとあの、まあ、空前で牽制してもいいですし、はい、機会があれば清見で投げようと思う。あっとまい、しっかりとゲームセット。まあ差し返して空ニュートラルが当たったところで投げて、はい、まあ、堅実でしたね今の。しかし本当に今更でしたけど、これレーザーだったらびっくりですよ、このカードが。そうですね、確かに随分ん